イギリス国鉄マーク三客車は1975年に量産を開始したイギリス国鉄の正式客車の一系列である。1963年登場のマーク2客車の後継となる第三世代の正式客車群として1975年から1988年の13年間にイギリス国鉄の車両製造部門のダービー工場において 合計848両が生産された。最高速度時速 200km での運転に対応した設計であり、インターシティ125の中間客車用として登場したグループと、機関車列車検員用に登場したグループに大別される。1994年の国鉄民営化後は、各種新型車両への置き換えも進められているが、 現在でもイギリス各地の列車運行会社で広く用いられている。55系ディーゼル機関車、デルティックに牽引されるマーク三脚車と完全固定窓のマーク二脚車後期型。マーク二脚車の後期型は外観上マーク三脚車に類似するが、車体の屋根と床下、それに台車が大きく異なる。列車の速度向上による長距離列車の所要時間短縮を狙い、 最高速度実速 200km に対応したマーク三客車の開発が開始された。1972年に HST の試作車として8両が登場し、41型が両端を挟む編成を蘇生した。HST 用の両三車としては1976年に登場し、編成の両端部に43型ディーゼル機関車を 連結したインターシティ125として最高速度実速 200km での運用に投入された。これと並行してウェストコースト本線の電気機関車牽引列車での運行用にマーク 3A 客車も開発されており、インターシティ125向けより1年先行して1975年に量産を開始している。 マーク 3A 客車と、その改良増備型のマーク3バイト客車は、電気機関車の8 6八87型、9 0系、ディーゼル機関車の67型などと連結して、運用されている。インターシティ125において、時速 200km での高速運転を実施する、必要から、先代のマーク2客車とは全く異なる、完全新規設計となっている。 外観は、マーク2客車の中でも1971年、量産開始の空調を標準搭載。側窓が、固定窓化改両車のマーク 2D 以降の各グループに類似するが、屋根が、マーク2客車では、滑らかなのに対して、マーク3客車は、前後方向に、多数の突起が伸びている点で容易に識別可能である。マーク3客車の全長は、マーク2客車より10フィート。 長い23メートルとなり、車体構造は完全なモノコック構造となっており、高い強度と対衝撃性を有する。マーク3脚車用の BT-10 ボギー台車は、空気バネを枕バネとして、ボルスターアンカーを枕両、台車枠間の牽引力伝達に用い、さらに軸箱支持機構として、直進安定性に優れた軸量式を採用する。 現代的な構造の高速二軸ボギー台車である。複列の金属バネを枕バネとし、ウィングバネを軸バネとしていたマークに客車用の B4 台車と比較すると、その設計には明らかな進歩や改良が認められるが、枕バネは B4 と同様に枕両と揺れ枕の間に設置し、枕張りは心皿と、 側受けで車体を支持する従来通りのインダイレクトマウント構造が採用されている。一方、基礎ブレーキ装置としては、マーク2客車用 B4 台車で標準であった踏みずらブレーキより、効果的に減速が可能で、作動音が静かなディスクブレーキが用いられている。これらの改良により、マーク2客車の最高時速100マイルに対して、 マーク三脚車は最高時速125マイルでの高速運転が可能となった。配電盤や冷房装置などのサービス機器は空気抵抗を考慮して配置されている。冷房装置のエバポレーターや圧縮機といった機器類をマーク二脚車では屋根上と床下に分散配置したのに対しマーク三脚車では床下に集中配置している。 照明やエアコン関係の装備品は、製造当初から、シーリングパネルによって覆われている。この他の新機軸としては、床の圧力パッドを踏むと作動する、気圧作動式の自動貫通扉が採用されたほか、デッキの乗降用外扉き式ドアにも、集中制御式の自動ロック機構が装備されている。エアコンや照明などの電気機器類は参照。 交流415、240V50Hz の電源で駆動するが、電源供給方式は、HST 用と一般機関車用とで異なる。HST 用では、蒸気の電圧、周波数の参照交流電源を、両端の動力車に搭載した補助発電機から供給する。一般機関車用では、機関車から給電される、直流、単相交流1ボルトを、 床下の電動発電機で参照交流式四百十五、二百四十ボルト、五十ヘルツに変換してから各種車内機器に供給する。また、HST 用のマーク三客車については、連結器の左右にバッファーが配置されていないのも特徴である。マーク三 a 客車には、寝台車も存在しており、マーク一客車の寝台車の後継として二百二両が生産され、 現在でもナイトリビエラとカレドニアンスリーパーの各列車で運用されている。制御荷物車、レクサムシュロップシャーの塗装。マーク3制御荷物車の先頭形状は90.91、軽電気機関車のものに似た形状となっている。後期型のマーク3バイト客車は、西海岸本線の列車に当座席車増結用に製造された。基本構造は、 マーク 3A 客車の一等座席車同様ながら、照明やシートなどの内装が改良されている。また、機関車を連結した側とは、反対側の編成末端部に連結して、プッシュプル運転を行うための制御荷物車も、同時期に開発、製造されている。なお、DVT の運転台より後方が客車ではなく、荷物車とされているのは、 当時のイギリスの法律で最高時速 160km 以上で走行する列車の先頭車への乗客の乗車が認められなかったためである。1977年に英国王室用お召し列車向けに用意された9両の特別客車のうち7両はマーク3客車2両は HST 試作車編成の改造車が使用されている。ネットワークレールの NMT 編成 中間のマーク三脚車の一両に、河川検測用のパンタグラフを搭載。鉄道施設の維持管理、保守を行うネットワークレールは、2003年に、HST を種車とした、ニューメジャーメントトレーンを一編成導入した。同車のマーク三脚車には、レールや河川などの各種線路設備の検査用機器が、多数搭載されており、その中には、 河川検査用にパンタグラフを装備した車両もある。グランドセントラルのマーク三脚車グランドセントラルの HST。機関車先頭のネジ式連結機とバッファーに注目。東海岸本線で列車を運行するグランドセントラルレールウェイでは6両のマーク三脚車を連結した HST 編成をロンドンキングスクロス駅から サンダーランドまでの路線に投入している。客車は HST 用ではなく、一般機関車用のマーク 3A 客車を用いるが、電源装置は43型機関車からの直接供給可能とする改造を受け、機関車の43型にもネジ式連結器とバッファーが装着されている。バージントレインズの87型機関車牽引のマーク3客車。 国鉄時代とほぼ同一の編成。47型機関車牽引のマーク三客車。バージントレインズの HST 改装後の一等車の、車内改装後の二等車の車内バージングループは、1997年に、西海岸本線及びクロスカントリールートにおける、長距離列車の運行権を入手した。当初は、旧国鉄時代の車両で運行され、 西海岸本線では87型電気機関車、クロスカントリー線では47型ディーゼル、機関車により、マーク3客車を経営していたほか、HST も運用していた。しかし2001年に220系機動車、ボイジャーの導入配備を皮切りに、翌2002年からは、車体傾斜車,車両390系電車、ペンドリーノと221系機動車、 スーパーボイジャーが登場し、従来のマーク三脚車を代替した。現在でも波動用に制御荷物車1両を含むマーク、三脚車重量両と90軽電機機関車を保有しており、390軽電車の回収中のロンドンユーストン駅バーミンガム間のラッシュ時の臨時列車や2007年のグレーリッグ脱線事故で被災した39万33編成。 シティオブ・グラス号のダイソーも言った。2009年7月からは唯一保有するマーク3客車編成に改装が施され、車体塗装を390型と同じ銀黒塗装か、各座席に電源コンセントと Wi-Fi 規格の無線 LAN の機器を設置し、シートカバーとカーペットを390系及び221系機動車と同一スタイルのものに張り替えた。 ただし、シート本体や、その他の各種内装品は、国鉄時代のものを引き続き使用した。新車導入で余剰となったマーク三脚車の多くは、ウォリックシャーのロングマーストンにて保管されている。一部は改装の上で、グレートイースタン本線の列車運行会社である、ナショナルエクスプレスイーストアングリアに転属し、 道路線のロンドン・リバプール・ストリート駅マイナスの、立ジ間で運行されていたマーク2位2回客車を、代替した。この他にもファースト・グレート・ウエスタンや、イースト・コーストなどが、キューバージンのマーク3客車を譲り受けし、それぞれが、鉄道運行権を有する、グレート・ウエスタン本線や、イースト・コースト本線において運用されている。クロスカントリーのインターシティ125、 クロスカントリーのインターシティ125に連結されたマーク三脚車の TS の内装。クロスカントリーはバージントレインズから2007年11月11日付でクロスカントリー線における鉄道運行権を引き継いだ。この際にバージントレインズがクロスカントリー線において配備運行していた220系、ボイジャーの全編成と221系、 スーパーボイジャーの44編成のうち23編成を引き継いだほか、バージントレインズが道路線で運用離脱後に保留車となっていた HST の運用を再開した。バージントレインズが道路線において HST の後継の一つとしていた220型では座席数が不足するのを補う輸送力増強を目的としたものである。クロスカントリー車は 各地の鉄道運行会社及び車両保有、貸出会社から HST 編成を導入しているが、近い将来に一般機関車用のマーク3 a 客車を HST 用に改造しなければならないと予想される。NAR によって改装されたマーク3客車の TF の車内。NAR によって改装されたマーク3客車の TS の車内。 2007年1月、同年12月9日付で、東海岸本線本線における、鉄道運行権を失うグレート、ノースイースタンレールウェイは、東海岸本線向けに、マーク4客車のマラード計画と同様に、シートや、室内照明などの取り付け、乾燥の改装を施した、最初のマーク3客車を発表した。このマーク3、マラード客車への改装は、 ワブテックのドンカスター工場で行われ、2009年10月までに、マーク三脚車の保有前車の改装と、後継のナショナルエクスプレスイーストコーストへの譲渡が完了した。この直後の2009年11月14日付で、イーストコースト本線における鉄道営業権は、ナショナルエクスプレスイーストコーストから、イギリス海輸送が持ち株会社である。 ダイレクトリーオペレーテッドレールウェイズの子会社として設立したイーストコーストに引き継がれた。ダイレクトレールサービスは1995年に核燃料の鉄道輸送を目的に英国核燃料会社の参加に設立された公設の貨物輸送鉄道会社である。同社は2009年8月15日からチェスターフィールドペイントン間を走行する。 チャーター列車の運行を開始した。このチャーター列車は、ダイレクトレールサービスが保有する47型ディーゼル、機関車によって、車両保有会社のカーゴ D から借り受けた重量のマーク三脚車を牽引する。カーゴ D は、旧バージントレインズのマーク三脚車を18両、取得し、塗装を、旧国鉄時代の制白塗装に塗り替え、ダイレクトレールサービスや、 各地の鉄道運行会社に貸し出している。2008年4月28日、レクサムシュロップシャーは、シュロップシャーを経由して、ロンドンメリルボーン駅と、北ウェールズのレクサムの直通列車の運行券を入手した。しかし、運行業績が振るわないためか、2011年1月28日に、同社は列車運行を終了した。同社の列車は67型を、 動力車とし、改装が施された3両のマーク三脚車と制御、荷物車を連結して運用していた。列車運行終了後の車両は、チルターン・レールウェイズが引き取り、チルターン本線のロンドン・メリルボーン駅、バーミンガム・ムアストリート駅間の運行に、投入している。当初編成イギリス国鉄において、マーク三脚車は、当初から、 インターシティ125での運用を前提として、開発が進められていた。西部管理局の HSTO、マーク3客車は、TFTF TF トラック TSTRSB、TSTS の7両一組で、2両の43、型機関車と一編成を組む253、型機動車として、東部管理局とスコットランド管理局に配置された、マーク3客車は、 上記の253型機動車に TS1 両を追加した TFTF TF トラック TSTS TS、TRSBTSTS TS の8両で1、編成を組む254型機動車として運用を開始した。民営化後民営化後のインターシティ125は基本的にマーク三脚車8両を連結して運用するが、イーストコーストでは TS を1両追加して給料を 連結する。バージントレインズは、クロスカントリー線で、HST 編成の中間客車を5両に減車した、変速編成の HST を2001年から2004年に、かけて255系機動車として運用していた。なお、バージントレインズから、クロスカントリー線の運行権を継承した、クロスカントリーにおいては、TF を1両に減車し、簡易ビューフェ車を連結した。 7両のマーク3客車を連結する編成を保有している。この他にもファーストグレートウェスタンはロンドンからオックスフォードまでの路線にビュッフェ車を廃止して乗客数を増やした7両編成の公衆用編成を運行している。一般的な機関車で経営されるマーク 3A 客車は西海岸本線のロンドンユーストン駅から発車する3つの 長距離路線への投入を目的に開発された。西海岸本線における初期投入のマーク 3A 客車はゾとフェードアウトのみであり、食堂車や寝台車はマーク1客車が継続使用されていたが、食堂車は1979年から1980年、寝台車は1981年から1982年にかけて、 マーク3客車に更新され、マーク1客車は1988年までに引退した。マーク3客車では制御荷物車が導入され、プッシュプル運転が可能となった。グラスゴークインストリート駅に入線する、マーク2客車のデベーソと、マーク3客車スコットランド管理局においてもマーク 3A 客車のプッシュプル運転は行われたが、 この時の編成は4両のゾと1両のフェードアウトの他編成の後端にはマーク2回客車の運転台付け2等客車が連結された。後にフェードアウトは CEO に変更されたがこの編成は1989年に158軽機動車に代替された。マーク3客車の車体構造はイギリス国鉄が1980年代に製造した。 国鉄第二世代型の電車、機動車の車体設計にも流用されている。交流電車直流電車公直両用電車機動車、イギリス国鉄以外では北アイルランド鉄道が同系統の450系機動車を導入している。アイルランド国鉄のマーク3、客車プラグドアイルランド共和国ではアイルランド、交通システム時代から、 アイルランド国鉄への分社化を挟んで1984年から1989年にかけて133両を導入した。台車は機関、mm、期間 1600mm の高気用となり、ドアが後のイギリス国鉄442系電車に採用されるものと同型の気圧作動式、プラグドアに変更されている。また、 一部の近郊列車用プッシュプル運転向けの客車を除いて全客車にエアコンが搭載されているほかプッシュプル運転用の制御車も5両用意された数量は1等車でありまた一部の客車は食堂車とされていたさらに電力供給用の電源車も存在した1990年代から2000年代にかけて運用されたが 2006年7月からは、スペインカフ製のマーク4客車が、ダブリン航空間の路線への投入に伴い、マーク3客車は、他の都市間路線に転用された。さらに2007年からは、韓国の現代、ロテム製の22000系機動車の導入も開始され、2009年9月21日の運行を最後に、アイルランド国鉄から引退した。ありがとうございます。